源氏物語、源氏物語の登場人物、右大臣の四の君、右大臣の四の君とは、源氏物語に登場する架空の人物。右大臣の四番目の娘であり、古希殿の置き先の妹、おぼろ月夜の姉になる。政略結婚で、右大臣の性的である左大臣の嫡男である、頭中将と結婚しその性質となった。若い頃は、 夫と疎遠であったものの、カシラ中将との間に、カシワギ、勾配、古記伝におごらを設けており、夕顔のところへ通っていた、カシラ中将に嫉妬して脅迫状を送ったため、こまで成していた夕顔が姿を消す。後年には病に倒れた息子のカシワギを夫とともに、看病している姿が描かれている。右大臣の四の君は直接には、以下の巻で登場し、 本文中ではそれぞれ以下のように表記されている、右大臣の四番目の娘であり、以下のような兄弟姉妹がいる。この他にも何人かいると考えられるが全体像は、不明である。頭中上の妻となり、以下のような幸運だとされる。こちらも、全体で何人いるのかは不明である。政略結婚によって、父右大臣のライバルである左大臣の長男で、 ある頭中将の妻となる。柏木わぎ、小配、古希伝尿語ら数名の子を成したものの、その後夫は、あまり通ってこない。その原因だと思われた優顔に脅迫状を送り、優顔が姿を隠す原因を作った。年を経過して、美貌の衰えが見られる。娘を、古貴伝尿語として受代させる。 時代させようとした父の意に反して、思いを遂げて、夕霧と結ばれた雲井の狩りを妬ましく思う。長男の柏木を溺愛する。柏木のために、女三の宮の効果を図ろうとする。病気になった息子の柏木を自宅に引き取って看病し、会いたいと望んだ妻の落葉の宮にも会わせない。看病の甲斐もなく息子の柏木は、死んでしまう。 夕霧がなき柏木の法要を年頃に営んだことを喜ぶ。ありがとうございます。